そしてデートで、ここで服装が、あ、イヤリングってそれなんか、なるほどね。うん、じゃ、いいね、実にいいよ。いい天気でよかったね、香織さん。曇った時はどうしようかと思ったよ。うん、そうだ、本当にスキーに最適。さあ、時間もったいないから早速行こう。やったぜ、行こう。今日は冷え込むね。あ、スキーウェアも違うね。こういう日は雪質がいいはずで楽しみだね。寒いからじゃんじゃん滑って温まろう。あー、どっちかな。あー、どうしようかな。うわー、真ん中か上か。うわー、寒いからじゃんじゃん滑ろう。スキーってちょっと滑る。よし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 。今日は楽しかった。いいね。あ、もちろん。というところでエンディングいきたいと思います。あ、バレンタインデー忘れとった、完全に。来た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 、かおりちゃん、僕にバレンタインにおくだっちゃい。お、来た。あ、かおりさん、これもらってくれる？あ、ありがとう、嬉しいな。それ、こっちの方こそ嬉しいよ。作ったかい？あった。え、っていないよ。いいね、完全にバレンタインデー忘れとったわーい。よいしょー、ラストデート。今回はね、美術館だな。行ってなかったからな。あなたはどんな絵が好き？俺はそうだな、ちょっとあれやな、風景画ですごいこうなんか豪勢というか偉大というか、なんていうかこうダイナミック、そう、ダイナミックだよ、ダイナミック、ダイナミックが好きだよ。うん、確かにいい絵だね。おいしょー、ういーや、まだ早いから。お、いいね、じゃあ行こうぜ。いいね、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 誘ってくるね。あ、窓際の席。お、しか今回はカフェやな、うん、前はハンバーガーやって、ハンバーガーやって、ハンバーグ。香織さん、砂糖とミルクは？あ、私いい、ブラック好きなんだ。おー、俺もブラック好きなんだよ。まあ美味しいコーヒーに限るけどね。へえ、2なんだね。そんなんじゃないけど、ほろ苦い感じが。ちょっとはにかんで微笑む香織さんが少し大人っぽく見えるな。よっしゃ、卒業式。じゃあ卒業式の教室のシーンまでカットします。危ねえ、飛ばすとこやった。卒業式のあの演説のとこまでとりあえず見てから、そっからイベントがあるんだろうなと思ったら違った。危ねえ。あれ、香織さん一体どうしたの？こんな忙しい時に。俺に何か話あるの？うん、大事な話があるから。ああ、いいよ。じゃあ、お、屋上で？そうだね。あの、私あまり話得意じゃないから、うまく伝えられる自信ないんだけど。香織さん、ゆっくり落ち着いて話してよ。なんなら卒業式に老けた話だって。でもありがとう。いつも私の気持ちとか考えてくれたよね。
そうかな。ごめん。うん。珍しかった。違うの。私、嬉しかった。誰とも打ち解けない。変な私に。あなただけは優しく接してくれた。かおりさん。本当にありがとう。今、こうして話せるのも。よかった。本当は私ね、去年学校を辞めようってそう思ってたの。え？だって前の学校から移ってきても何も変わらなかったから。友達できないし、バレエだって。それはいいの、分かってるの。それもこれも私のせいだったの。私が誰も信じないから、誰も私を信じない。当たり前のことだよね。でも私分からなかった、自分一人では。それに気づかせてくれたのあなただった。あなた、私のことずっと気にかけてくれて、いろんなところに誘ってくれた。とても楽しかった。だから私のこの学校での、高校生活の楽しい思い出はみんなあなたと一緒だった。かおりさん、それは俺も一緒だよ。ぽっちの私がかわいそうで一緒にいてくれただけ。私なんてたくさんいる友達の中の変わり者の一人でしかない。かおりさん。でも私はあなただけなの。いつの間にかあなたのこと分かってるんだけど、迷惑だって笑われるって。でも私あなたのこと好きです、今も。そしてこれからもずっと。かおりさん、ごめんなさい、勝手なこと言って。でも今までの自分じゃ嫌だから、だから今日どうしても。かおりさん、勘違いしてるよ。俺もかおりさんのこと好きだよ、ずっと前から。信じてくれないかな。信じる。みんなが伝説を信じてるから、だからになったのかな。うん、ずっとそう。そうだね。あ、卒業式始まってる。あ、ごめんなさい。じゃあ早く。かけちゃおっか、かおりさん。お声立っていいさ。もうしばらくここにいようよ。卒業式に出るよりずっといい思い出だね。高校生活最後の思い出。俺と香織さんと二人だけの。めっちゃ力入っとったな。めっちゃあれやったな。
ちゃ長かったな。めっちゃ気合入っとったな、香織ちゃんのところだけ。すげえ、すげえ。あ、三流大学合格したんか。いいね。お、モデルになるんだ。まあモデルみたいなね、そんな感じになっておけんな。いや今回の良かった、今回の一番良かったわ、今回の一番良かった毎回一番良かったわとか言いようような気がせんこともないけど、いやー、楓子ちゃんの後にこれやったのは最高やったね。あとは誰だ、メイと先生と隠れ二人とバッドエンドか。あー、どうしようかな。次メイ行こうかな。次メイ行って、メイ行った後に隠れ二人やって、でバッドエンドやって、最後に、いや、どうしようかな、メイ最後にしようかな。うわ、どうしようかな、メイ最後にしようかな。メイと先生どっちがいいかな。なんかねー、メイ田村ゆかりやで、田村ゆかりさんやで。あー、どうしようかな、先生とメイ最後どっちにしようかな。そこら辺は考えます。ということで、次は隠しのキャラクターをやっていこうかなと思っております。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。おー、一枚絵かわいいな。もう最高だな、最高だな、最高すぎるな、やばいな、死んじゃう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。